えー、家の前にある私立幼稚園の顧問弁護士から書類が届きました。えー、早朝保育と延長保育は仕方ないにしても、5時に保護者や車の音によるストレスから解放されたいんですが、7時半までの課外授業をやめてもらえません。1日12時間は長くないと言われます。えー、私立幼稚園は民間人の経営なんで、市も県も幼稚園と話し合ってくださいしか言いません。市長さんに合わせてもらえるのお願いしているんですが、諦めるしかないでしょうか。えっと、あの、基本的には役所の方から制限をするというのは法律上難しいです。 要するにその、あの、すげえ騒音立ててますっていうのが、そのなんか爆音とかであれば、そこはその生活騒音だよねっていうので、法律的な対処が可能なんですけど、誰なら役所ができる範囲ではないんですよね。で、なのでやるとすると、あの、窓を二重窓にするための工事費を幼稚園に負担してもらうみたいなオチじゃないですかね。要はその、うるさいので、で、あの、家にその時間もいるので、なんとかしてほしいと。 で、それを何とかしたいから20窓に変えたいんだけど、じゃあ仮にそれが、じゃあ30万円かかりますと。で、その半分は自分が15万払うから、じゃあ15万幼稚園出してと。 で、っていうので、それでも幼稚園側が払わないというのであれば、それはじゃあその役所とかに行って、いやいや、騒音出してるのあっちなんだから、少なくともいくらか出すべきなんじゃないのみたいな話になると、割とその市役所の人も、まあ15万ぐらい出したらいいんじゃないですか要は課外授業とか長期教育にすることで売り上げ上,上がってるんだから、その分の何パーセントかって考えたら、別に15万ぐらい出せるんじゃないですかみたいな形の落とし所を役所の人が、要はあの、支援してくれる場合もあるので、お金の問題にした方がいいと思います。 多分その、加害授業できませんみたいなとかしませんとかっていうのを法律で制限するのはかなり難しいと思うので、なのであの妥協ポイントは20での工事費ぐらいなんじゃないかなと思います。というわけでお疲れ様でした。えー